大体1分でわかる今日のエンタメ。元電波組インクのもがみもがさんが11月12日妊娠したことを報告しました。31歳を迎えたもがみさんは妊娠について、将来のことを考える日々の中で子供が欲しいという願いが強くなっていたのでとても嬉しく思っていますと、新しい命を授かったことに喜びをコメント。なお今のところ結婚の予定はございません。家族や友人たちに相談しつつ、たくさんの協力を受けながら過ごしておりますと、周りのサポートを受けつつシングルマザーの道を選んだことを明かしています。ブログでは、個人事務所になってから自分らしくとはどういうことか、とても考える機会が増え、変化とは恐ろしいものなのかもと怯えた日々も、もがきながらも精一杯生きていこうと決意した日も、やはり僕を支えてくれたのはみんなで、これからもいろんな形でもがみもがを伝えていけたらなと思っていますと感謝を綴っています。